はるちゃんプライベートタイム。はる、以前から気になっていたのですが。どうしたの、京香ちゃん。その格好、逆に目立ちませんか。三つ編みにメガネをかける。プライベートの時間のための変装だとは分かっているのですが。大丈夫、今までバレたことないから。それはまだ私たちの知名度が低いからではないでしょうか。まだデビューもしていないわけですし。なら確認しなきゃだね。確認？そう、大きな会場でライブができるアイドルになって本当にバレないかの確認だよ。そのためにもこれからも頑張ろうね。ええ、そうですね。